はいどうも、ゴーのゴーゴー TV です。今回はこちら、お宝いっぱい宝箱を3つ買ってきたんで、こちらを開封していきたいと思います。こちらなんですけど、大当たりが Wii のソフトか DS のソフト、まあ、WiiU じゃなくて Wii って書いてありましたし、 3DS でもなく DS って書いてあったんで、まあ、ちょっと真相の方は当たりが出ないとわからないんですけど、まあ、そんな感じで書いてありました。で、まあ、いわゆるまあ外れに何が入っているのかっていう、まあ、それが気になったんで、こちら3つ買ってまいりました。まあ、あまり当たることがないと思いますんで、まあ、一応3つ開封してみたいと思います。で、一応まあこちらなんですけど、僕が去年の年末、もう本当去年の一番最後の12月31日に上げた動画の方でも同じものを開封してるんですけど、ちょっと今回買ってきた店が違うんで、また入ってるものもちょっと違うんじゃないかなと思いますね。まあ、こういうのはこういうちゃんと専門で作る業者が作ってるのか、まあ、お店がお店の売れ残ったものをそういう業者に渡して、まあ、作ってるのかっていうのは、ちょっとあんまりそういうところはちょっとわからないんですけど、まあ、買った店が違うんで入っているものもちょっと違うっていうことを、まあ、期待しながら開封していきたいと思います。まあ、一番の、まあ願いとしては、まあ、動画で使えるものが出てもらえれば嬉しいかなと思います。はい、では早速開封していきたいと思います。はい、では早速開封していきましょう。ではこちらの右からいきましょう。では、ちょっと一回こちらはどいてもらって、次は赤から、赤いきますね。とりあえず最初はこちらの黄色いきましょう。とりあえずまあ箱は何にも、こんな感じでなんか世界地図みたいなのが書かれているだけで、まあ、特になんか特別な表記はないですね。はい、まあ、正面がこんな感じになってるだけです。で、これ今回別になんか振ったりとかして持って帰ってきてないんですよね。もう買う時になんか直感でもパッパッパって取ってもそのままレジ持ってったんで、振ったりはしてないですけど、黄色は振るとこんな感じです。なんかいっぱい入ってそうな感じですね。じゃあ、まあ、開けていきましょう。いや、こういうのって楽しいですよね。めちゃくちゃ楽しいですよね、こういうの開けるのって。よし、じゃあ開けましょうか。これでいいかな。さあ、じゃあオープン。パカッと開けて、横に向けて、なんか今ディズニーのマークが見えましたよ、僕。さあ開けましょう。一つ目、せーの、ドン。おっ、これはアナと雪の女王の、うん、わからん。見てないでキャラクターわからん。なんかとりあえずアナと雪の女王の何かのキャラクターですね。ちょっと僕後で調べてみたいと思います。いやー、見てないな僕。あとまだもう一つありますね。ってことだから多分ディズニー系ですよね。もう一回いきましょうか。じゃあせーの、ドン。また知らんキャラ出たぞこれ。まあこれもディズニー系ですね。何、ちょっと後で調べよう。後で調べよう。ちょっと開けてみよう。何のキャラクター。ああ、もう英語すら読めんっていう、僕あんまり学ない人なんで、ちょっと英語すら読めないですね。はい、なんかディズニーの何かのキャラが出ましたね。あ、もうこれで終わりです。はい、あ、これちなみに1個税別380円なんで、まあ、380円相当なものは出たのかな。またちょっと後で調べてみたいと思います。はい、とりあえず一つ目はこういう結果になりました。はい、では次は赤色いきましょう。赤色はとりあえず振るとこんな感じですね。なんかまたぬいぐるみのような感じがせんでもないですけどね。なんかあんまりそう騒がしくないって言うんですよね。はい、では開けて、なんか軽いんですよね、箱も。なんかこのタグ的なものが当たる音かなって感じがしますね。さあ、では開けましょうか。ちょっと僕見えるとダメなんで、ちょっと横向けますね。さあ、なんかまたぬいぐるみの手触りがしますね。一番こういう目ので寒いのって、同じものが出るっていうのが一番寒いんですよね。さあ、では行きます。せーの、ドン。あ、ネバールくん。お、ワンピースの丸型、筒ですね。筒の、これはポーチ。筆箱でも使えますし、なんか財布でも使えそうなものですね、これ。ワンピース好きな人なら嬉しそうなもんですけど。まあ、うちはワンピース好きは一応僕の母親がワンピースめっちゃ好きなんで、まあ、せっかくなんであげたいと思います。
で、なんかえらい飛び出しましたよ。で、もう一つがプリパラ。プリパラの、プリケミルフィーコレクション。オール、ボリューム2のオールブランドセレクション編。アイドルチケット1枚とコーディネートチケット。これなんか多分ゲームで使えるやつですよね。なんかこんなゲーム見たことありますよ、僕。アイドルチケット。もう、なんかこういうの、いとこ好きそうなんで、まあ、これ開封シーズンにあげたいと思います。結構年の離れたいとこがいるんで、多分喜びそうな気がするんで、ちょっとあげてみたいと思います。であとはネバールくんの缶バッジですね。ネバールくん。はい。こんな感じですね。これはとりあえず後で合計、とりあえずバーコード読み取って、まあ、Amazon かどっかの値段調べてみて、まあ、合計いくらになったかで、まあ、果たして僕は儲かったのか儲かってないのかっていうのも計算してみたいと思います。はい、2つ目はこういう結果になりました。はい、では最後は緑色の箱を開けていきたいと思います。こちら振ってみたら、お、これなんかぎっちり詰まってそうですけど、うん、なんか結構ぎっちり詰まってますね。今まで開けた箱の中では一番重いですね。まあそう大差ないですけど。いや、ちょっと動画で使えそうなもの出てくれ。しゃあ。しゃあ、行きましょうか。さあ、開けますよ。開けましたよ。開けますよとか開けましたよ。あ、でもなんかパンパンに詰まっとるけど、触り心地がさっきのワンピースの筒状のポーチと同じ感触がしますね、これ。さあ、じゃあ開けます。せーの、ドン。あ、ツムツム。あ、でもこれ、いいんじゃないですか。ツムツム。ディズニーツムツムですよ。で、これ、なんか、使えそうですね。これ僕がよく行くキャバクラの女の子の友達が、なんかツムツム好きっていう話聞いたんで、あげよう。で、あと一つ、もう一つ出てますね。フナッシーですね、フナッシー。フナッシーのメイシー。フナッシーの兄弟や、ナシ妖精会、ん?ナシ妖精、ナシ妖精会ですね。の仲間たちを集めようということで、これカードかなんかかな?名刺?カード?メイシーとは。同じことが出てますね。あ、でもプレートなんですね。へえ、これ結構いいんじゃないですか。で、あ、こんだけ?こんだけですか。あ、そうですか。じゃあちょっとせっかくなんでこれ開けてみましょうか。フナッシーの名刺。どんな感じなんだろう。さあ、ドン。あ、こういう感じ?福笑いナッシー。福笑いのように顔のパーツを自由に動かすことができる。いつも、ん?いつもは上しか見られないが、これで下も見られるようになる。本人って書いてありますね。お、なんか、こういうの、価格2000万。2000万じゃない、1000万。なんで2に見えた、今。1000万円。へえ。ちゃんと段ボール型になってますね。へえ。で、中にもう一つなんか入ってましたよ。あ、気のせいか。あ、入ってる、入ってる。お、なんかすげえ、キラカードみたいなのできた。とりあえず、まあ、ラ・フランス、ん?ラ、ラ・フランシス。まあ。フランスからの帰国子女。好き嫌いが激しく、あんたなんか用なしが、口癖の、ちょっと困った用なしの妖精。へえ。シソチレストラン。兄弟って書いてありますね。だ。おお、これキラカードですよ、キラカード。74番目の兄弟。船の里。あ、そう、第74代、なし横綱。テレビ番組でフナッシーを投げ飛ばした司会者に復讐すべく毎日稽古を頑張って危な。危な。司会者の方気をつけないと危な。これ出てきますよ。下手にフナッシーにボコボコにしたりすると。へぇ。ちゃんとこうやって QR コード読み込むのが見れるみたいですね。お、価格やば。188兆円ってやばくないですか。え、じゃあこっちのラフランスもっと高いんじゃない?あ、800万。安。一番安いやないか、お前が。へーってな感じで。ねえ、これレアになるんかな?何になるんやろ、これ。へえ。いずれにかの3枚が入っております。何やろ、これ。ちょっとこれ後で調べてみたいと思います。
入ってなく感じで、まあ、結果はこんな感じになったんで、まあ、ちょっとあの全部のいくら果たしてこの3個買った分の値段よりも出た商品の方が高いのかちょっと調べてみたいと思います。はい、ということで料金調べ終わって、まあ、全部の合計の計算をしてみたんですけど、なかなか今回やばいですよ。意外ななんか値段なものがあったという感じですね。はい、てな感じで、まあ、早速行きたいと思うんですけど、まずはじゃあフナッシーのメイシーから行きたいと思うんですけど、まあ、こちらですね、こちらなんですけど、こちらがちょうどアマゾンさんの方ではワンボックス売りしかなかったんで、まあ、ちょうど楽天さんの方でパッと見たら一つの単価があったんで、まあ、そちらで調べたんですけど、そちらで1個99円ですね、1袋99円っていう感じの結果になりました。で、この船の里なんですけど超レアなんですよね何気に超レアメイシーって書いてあって、全6種の1種ですね。いや、これすごいですね。で、なんか遊び方みたいなのもいろいろ載ってたんですけど、なんかこれを読み取るやつがあるみたいで、で、この船ログってやつはもうサービス終了しておりますね。なんか読み取って遊ぶものもあるみたいですね。はいまあ、それが売ってるのが今売ってるのか売ってないのかは知らないですけど、ちゃんと遊び方なんかもあるみたいですね。では次は、まあ、ポーチ系のこの2ついきたいんですけど、このポーチがちょっと値段がわからないんですよね。ちょっといろいろブワッと調べてみたんですけど、ちょっと値段が出てなかったんで、まあ、ちょっとこの2つはちょっと不明ということでさせていただきたいと思います。で、次こちらネバール君缶バッジですね。これが意外な値段だったんですよね。これがアマゾンさんの価格で648円、もう648円、もう1箱分の値段超えてますからね1箱分の値段というか、もう1箱半分ぐらいの値段で出るんで、もうこれ結構意外でしたね。なんかもうちょい安いのかなと思ったら意外と高かったんですよね。すごいですね。はい、いや、すごかったですね。これびっくりしました、値段見た時。で、次がこのプリパラ、これなんですけど、これ単品での値段が載ってましたんで、これは、Amazon さんの価格で199円でした。はい。まあ、まあ、それぐらいな妥当な値段ですね。で、次から行きましょうね。こちら、僕がアナの雪の女王の何かわからないって言ってましたけど、これ、裏に書いてありましたね、ちゃんと。アナと雪の女王のエルサのサプライズ。お手玉。スノーギースで、まあ、ここに定価載ってるんですね。600円っていうスノーギースっていうみたいですね。僕全然知らなかったんですけど、なんか一応お手玉みたいですね確かにね、ここになんかお手玉っぽいの入ってますからね、あのビーズっぽいやつが。で、まあ、こちらの値段なんですけど、一応定価は600円ってことで、Amazon さんの価格で540円。おお、なかなかな値段ですよね。うん、てな感じになっております。で、これですよ。これが高額なんですよね。これもちょっと先何かわからないって言いましたけど、裏見たらちゃんと書いてますね。フィニアスとファーブっていう魔物のビーンズコレクションのエージェント P、かっこ犬って書いてありますけど、これも定価が1200円なんですよね。ここに書いてあるんですけど。で、これのお値段なんですけど、これのお値段が、なんと、Amazon さん価格で1045円。っていう結果になりまして、一応合計、2531円という結果になりました。で、こちら3つのお値段が、税込みで1230円っていう値段だったんで、もう半分以上の値段が出ましたね半分以上儲かりました。で、ちなみにこれ、この2つの不明のポーチの値段は入れてないんで、これ足すともうちょっと高くなるかもしれないんですけど、まあ、今回はまあ、かなり儲かったって言い方もおかしいかもしれないですけど、まあ、かなり得をしたっていう結果になりました。まあ、こちらの商品の行き先はちょっと、どういう感じになるかわからないんですけど、またもし、あげるところとか、まあ、なんか、なんやしろちょっと動画で撮れそうなものがあれば、まあ、動画にしていきたいなと思います。まあ、とりあえずこのつむつむとこの2つぐらいは、ちょっと誰かにあげようかなって、まあ、ちょっと動画、許可 OK もらえそうな人がいれば、まあ、ちょっとこの辺は動画にしてみたいなと思いますし、あと、結構前に開けたものとかも上げてないものあるんで、まあ、ちょっと上げて喜びそうなものがあれば、ちょっとその辺も動画にできそうであれば動画にしていきたいなと思っておりますんで、また、そういった動画アップしたらよろしくお願いいたします。で、ちなみに、
まあこちらまたこういうシリーズで、またちょっと同じものじゃなくて別のもので同じようなものがあればまたやってみたいなと思いますんで、まあそちらもよろしくお願いしますっていうのと、まあ年末に僕が上げた動画の方もここら辺に貼っておきたいなと思いますんで、またそちらもご視聴していただけると嬉しく思います。では今回もご視聴ありがとうございました。